駿河国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東海道に属する、現在の静岡県中部、上国。七世紀に朝廷が、駿河国像と露玄国像の領域を合併して、駿河国とした。露玄信足の子、露玄大蓋が国の宮津子に任命され、孫の首マロは、神後慶雲三年、駿河国の新国像となった。 九字本義の国造本義に、静岡県内の国の宮津子として六国造が書かれている。蘇我国造、縁王見国造、駿河国造、露玄国像、国国造、伊豆国造の六国造。古墳群の分布の検討から蘇我、原の谷川、逆さ川流域、縁端海を、岩田原大地西南部、駿河を、富士、足高山麓、露原を、清水平野、 国を、大田川流域、伊豆を、伊豆半島のそれぞれの地域に、国造領域を否定している。この時点では、伊豆半島と伊豆諸島を含んでいた。駿河は、当初、主流か、首都目か、駒川などとも表記され、とがり川内市春馬のごときつまり、山から海に落ちる険しい川の意図をもって、命名されたと言われている。富士川の流れが急峻であることに由来するというもので、ある。 しかし、富士川の流域は、伊原郡、富士郡であり、五源となった駿河郡駿河郷は、現在の沼津市大岡付近にある。この川は、木瀬川のことを指すとの指摘がある。西隣の東と海国との境は、大井川であった。奈良時代の大井川は、山間を出てから現在より北に折れ、今の土地、山川を流れており、その流路が境であった。後世に、 大井川の流路変更に従って、駿河国の領域が西に広がった。680年に東部の二軍を分離して伊豆国を設置した。それに伴い、駿河軍駿河座とにあった国府が安倍軍に移った。1096年には栄町地震が発生。当時の関白、藤原市通の日記、五二町市通記に駿河国から報告として神社仏閣。 百姓の家々400個余りが津波により流出したとの記述が残されている。駿河国百1 9 2年に源の頼朝が鎌倉幕府を開き、畿内の朝廷と東国の幕府二つの政権が並立する時代では両地域を結ぶ東海道の要衝。また鎌倉時代には縁にが安倍川流域で緑茶栽培を広めた。室町時代には 今川氏の地盤となる。吉本の時代には、駿府には、戦乱を逃れた慶の都の公家や、文化人が転入し、東の都、あるいは東の慶と呼ばれる繁盛を見せた。吉本が桶狭間の戦いで戦死すると、武田信玄や徳川家康の統治下に置かれた。駿府の今川館は、家康の時代に、駿府城として改修された。1590年に、 家康が駿府から江戸に移ると中村和氏が入った。江戸時代初期には江戸幕府を開いた家康が大御所として再び駿府で過ごした。江戸時代には直轄地である駿府の西の守りとして田中藩が東の守りとして小島藩が置かれた。この他にも東海道の宿場町が多く誕生した。中でも大井川は佳境や都線が禁止されたため、 旅人は川越によって都選するほかなく、両岸に位置する島田塾と金谷塾は川越で栄えた。和名類受賞では国府の所在地は安倍軍とある。ただし、十悪田省では安倍軍、豊田軍の両方にふと記載がある。静岡市の中心部と考えられるが、正確な位置は不明である。静岡県立静岡高等学校が所在する長谷を、 長屋と読み替え、長屋と解する推定があったが、古くは、長せをは瀬と書いていたことが分かり、根拠が失われた。河原、機内山はじき、輸入当時期の出土により、駿府城東南地区を当てる説があるが、決め手となる。遺跡遺物は見つかっていない。中世に駿府と呼ばれ、静岡市青井区とする学に当たるが、正確な位置は明らかでない。演技式内者奏者。 一の見合いが国府周辺にあったと考えられるが、確認されていない。駿河守定員、一名。官位相当、十五位下日付イコール旧歴在任期間中、内は、司書で在任が確認できる最後の年月日を指す。鎌倉幕府室町幕府戦国大名、豊臣政権の大名江戸時代以前江戸時代、荒木年を、静岡の夜明けと、律令体制の成立。 本田高成、荒木・ト夫、杉橋・孝夫、山本・義彦、静岡県の歴史山川出版社1998年27ページ、邦賀ガ・夫、沼津の高尾さん古墳の保存問題、小木のりゆきふさま2015年、静岡県市通史編1481から484ページ、安田雅彦、災害復興の日本史、 P16 吉川博文館2013年2月1日発行全国書詩番号22196456静岡県市通信編1508ページ AB 中世諸国一宮製の基礎的研究中世諸国一宮製研究会編岩田書院2000年 P153 府中からるナンバー21静岡市教育委員会2013年 P 31日本歴史地名体系22静岡県の地名平凡社2000年母大寺院跡校中世諸国一宮製の基礎的研究中世諸国一宮製研究会編岩田書院2000年ピアニッシモ150から153中国新聞社発祥と駿河丸時代歴史機構秋吉川氏新人物往来者 1988年6月、ISBN4 から404015178、吉川市発祥の旧跡発祥の地コレクション、2014年6月29日閲覧。ありがとうございます。